え、アッパッパーってね。はい、アッパッパーってなんです。え、知らんの？アッパッパー、アッパッパー知らん。アッパッパーアッパッパーって言ったら、そうやね、あのガランドっていうか何もない、あ、スカスカのこと。そう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 。え、使いません？使わないです。ちっちゃい頃から、はい、使わへん。アッパッパー使えへん。アッパッパーやで。初めて。え、ほんまに。わー、ほんま迫力あるわ。コーナーの手前から入るとこがいいな。モンキーとゴリラばかり集まり、京都宮までおしゃべりイベントを行います。出発。ようさん来てる。あー、なんかみんな綺麗に止めたはな、バイク。これね、どこでしょうかな。ちょっと待機しといて、ここで。すいません。すいません、あの先日ちょっとあの予約っていうか、はい、あのモンキーばっかり10台ちょっとあの集まってて、芝生のとこを使わせてもらっていいですか。あ、中に、はい、あ、全然大丈夫です。あ、大丈夫ですか。はい、はい、もう入れてもらって全然大丈夫。わかりました。こう並べようか。こう、こっから横に。ね、人が通れるぐらいで、もうこの辺で行って、あの、頭だけ揃えたいから、はい、OK です。ほな、ヨーダさん、この辺で行こうか。はい、OK。ほな、モカさん。もうちょっと離そうか。もうちょい。うん。この辺、人が楽に回れるぐらい。はい、OK。ほな、この辺で行きましょうか。はい、OK です。ほな、この辺で行ってください。思ったより硬いね。ほな、ケンジさん、この辺で。うん。はい、渋さん、ほな、この辺で。あのね、芝生、ちょっと、芝生貸し切ったから、芝生、こっち来て。
もうちょい、もうちょいこっち来て、もうちょいこっち、格差もうちょっとこの辺、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 うん、OK、OK、OK、はい、すみません、ほな、西ロハと11、はい、今日はあの11名、あの参加あのしていただきまして、あのありがとうございます。まあ、今日はあの前から僕の中で、モンキー、ゴリラばっかりで、同じ車種で、そのまあ、皆さん、それぞれカスタムがね、仕様とか好みとか違うんで、一度集まってお話しさせてもらえたなって、まあまあ、2、3年ぐらい前から考えてました。それがやっとあの、まあ、皆さんのご協力であの実現、本日実現するようになりまして、ただ予定では20人思ってたんですけど、ちょっと皆さんお仕事とか予定とかあって、ちょっと今日は11人ですけど、まあ少人数でもあの楽しく、まあカスタムについてとか、まあツーリングバイクについてとか、共通のバイクで、それもモンキーゴリラで、その楽しめるっていうその感覚っていうのが皆さん微妙にちゃうけども、皆さんお持ちなので、どこで楽しむかっていうのは人それぞれですけど、まあ人の影響を受けたり、まあ自分が困ってたら、あのね、あの先輩方というか詳しい人もいっぱいおられますので、あの自由に質問していただいて、あの今日はあの短い時間ですけど楽しく過ごさせてもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、それとあのちょっと時間が、あのここの場所はあの、まあ、当然無料であのお借りしてるんですけど、まあ、できたらあの昼食かお飲み物かちょっとお金使ってもらったらありがたいなとは考えております。それと、2時になったらここスタートして、まあ本当のミニツーリングですけど、スプリングス日吉、あそこまでちょっとみんなでゆっくりのんびりと行きます。あ、それとや、ごめんごめん、肝心な自己紹介しなあかん。ほなちょっと自己紹介僕からあの簡単にさせていただきますので、大阪府箕面市から来ました中と申します。バイクは、まあ、当然モンキーに乗っております。今日は一日よろしくお願いします。ほんだら、ヨーダさんいかよ。こんにちは、はい、モンキーヨーダと申します。僕はあの今日はゴリラとモンキーを乗ってるんですけれど、今日はゴリラで来ました。ゴリラで来たのは自分で初めてカスタムしたのがゴリラだったので、うん、ちょっとこれ乗ってきていろいろとまた教えていただきたいなと思って、それを楽しみにしてきました。よろしくお願いします。はい、そしたらシムさん。大阪府八尾市から参りましたシムです。バイクは向こうから3代目のメッキのモンキーです。で、あれちょうど9年目になりまして、長くお友達になってます。今日はいろいろまたお話、いい話を聞けたらなと思います。お願いします。はい、そしたらどうぞ。はい、YouTube ではあれですね、大津のモンキーだった2号ですね。よろしくお願いします。滋賀県大津から琵琶湖大橋の近くの辺から来ました。で、ね、モンキーはあの向こうから2代目なんで、黄色の四輪クロモンキーの外は中でまだ中途半端な状態です。で、すみません、途中で雨降って寒くなって、ちょっとこれ買うのにちょっと夜店を寄ってたんで今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、どうぞお願いします。滋賀県大津市から来ました、モンキーライダー2号ですね。1号カクと申します。モンキー乗ってるんですか。一応カスタムしてるんですけど、まあこれで終わりかなと思ってるんですけど、まだまだあれやこれやって出てくると思います。まだ皆さんの施しをよろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そしたら兵庫県の姫路市から来ました、レスゴリです、はいはい。で、まあ、バイクはやりから2番目のゴリラ、まあ、僕もモンキー持ってるんですけど、今日は、まあ、ゴリラで来ました、はい。で、まあまあ、これから僕またリアのブレーキとかも変えたいなと思ってるんですけど、まあ、アドバイスとかあったらよろしくお願いします。お願いします。はい、どうぞ。大津から来ました。で、まあいろいろといじってますけど、まああんまりこれ以上はそんなにいじらないかもしれませんね。はい、まあ発狂したらフォーク変えるかもしれませんけど。ほう、そんなもんですかね。ほぼ完成ですかね。ああ、はい、まあよろしくお願いします。はい、お願いします。どうぞ。
京都のモンキーライダーことシャイティーと言います、はい、あのヘンテコなちょっと改造なんで参考にならないかもわかんないですけど、また何か質問があったら、はい、はい、よろしくお願いします。はい、そしてモカさん。創始のモンキーライダーです。はい、モカって言います。真ん中ぐらいの黄色い、まあしょぼいモンキーです。好きな食べ物は寿司です。高級やな。お願いします。はい、そしたらどうぞ。大阪府松原市から来ました、ケンジことって言います。はい、よろしくお願いします。お願いします。もう見た目重視でやっとるだけで、今日はちょっとヘッドのこととかちょっと教えてほしいな。エンジンのを思って来させてもらいます。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、本田翔さん。はじめまして、兵庫県宝塚から来ました、翔と言います。現行のモンキー125を乗らせてもらってます。今日は一日よろしくお願いします。お願いします。はい、ほなもうちょっとバイクの方に行ってもらって、自分の関心のあること、関心の話してもらったらいいと思いますんで、もう自由にフリーでやりましょう。はい、アッパッパーってなんです。知らんの？アッパッパー。アッパッパー知らん。アッパッパー。アッパッパーって言ったら、そうやね、ガランドっていうか何もない。スカスカのこと。そう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 。使いません？使わないです。ちっちゃい頃から？使えへん？使えへん。アッパッパーやで。初めて。ほんまに。ちょっとみんな早いけど、あとまあ約10分ぐらいしたら出ますわ。あ、すいません、今日はどうも場所提供していただきありがとうございました。また来週もまた来ますので、はい、ほんならどうもありがとうございます。この辺やな、この辺やな。あ、ええよ、いつわあ、ほんま迫力あるわ。コーナーの手前から入るとこがいいな。すごいな、今の身振り手振りすごいな。バイエン、どうしたん、外してんの？こうやって、この人が言うにはまだあかん、立てなあかん、こっちもあるんちゃうの？あ、つけたらあかん。吸い込みが、そうそう、立てたとこで関係あるんですか？
ありますよ。あ、そう。横向けにすると乱気流が起きて吸い込むのが悪い。ちょうど中アクセル回の時に変なこと。あ、そうなん。ほう。さあ、そしたらほんならもう今日はここであの解散とさせていただきます。それでまたあの時期見てあのまあいろいろツーリング企画させてもらいますので、また改めて連絡させてもらいますわ。またよろしくお願いします。ほんならもう今日はここで解散ということで、またあの改めて連絡させてもらいますので、今日はあの楽しく一日ありがとうございました。またよろしくお願いします。ほんならあと気をつけて帰って ね。ほんならどうも失礼します。お疲れ様です。今回のモンキーゴリラ限定ミーティングはカスタム車11台で京都三山に集結しました。個性あふれる様々な仕様のカスタムが一箇所に集まる光景にはとても迫力を感じました。初対面同士で少し緊張する場面もありましたが、共通のバイクの話題で盛り上がり、とても楽しく充実した一日になりました。バイクの楽しみ方は人それぞれ異なりますが、自分に合った楽しみ方を見つけることが一番大切だと思います。今後スクーターや大型バイクの方とも一緒に楽しく走ってみたいので、また企画しますね。最後までご視聴ありがとうございました。バイ、伊能のモンキーライダー。